私が駐車違反の取り締まりなんかしなくちゃいけないのよ。そんなの罰金100万円とかにしちゃえばみんなしなくなるんですよ。ほらサマポリスも手伝いなさい。へえ、だってめんどくさいし。あー、なんか大きな事件とか起きないかな。ポリスがそんなこと言っちゃダメでしょ。早速よ、捕まえて。なんか例の重要容疑者のタレコミがあったみたいですよ。本当？じゃあすぐ現場に急行するわよ。了解。でこれどうするんですか？あライト街、新宿、歌舞伎町。欲望と犯罪渦巻くこの街で戦姫たちが悪を裁く。受けてく夜に焦る気持ち、ためらいさえもかき消してく。レスター捜査官、捜査というのはまず疑って、間違ってたらごめんなさいでいいんです。時にはパンチ、時にはキック、パンツが見えても恥ずかしくないもん。悪の手から罪なき人々を守るため、今日も危険な任務に身を捧げる美しき施設婦人警官、ミニスターポリス。というわけで、怪しい容疑者のいる現場に急行しました。時にはパンチ、時にはキック、逮捕しちゃうぞ。難しい、ミニスカポリスです。はい、今日担当しますのが、私、和風な女、シャキポリスこと滝有沙と、はい、おちょこちょいな彩子ポリスこと寺岡彩子です。元気なパワー、何も負けません。彩子ポリスこと安藤彩子です。はい、そしておふざけポリス、佐田ポリスです。犯罪増加が投げかける歌舞伎町で日夜パトロールをするミニスカポリス。今回はポリスが追っているある容疑者のタレコミがあり、彼の潜伏するビルへ踏み込んだのであった。みんな、最近歌舞伎町で怪しげな宗教が流行ってるって知ってる？それ知らない。その宗教の教祖がね、なんとここの店の社長さんだというタレコミがあったんです。いろいろ怪しいこともやってるに違いないので、今日は強制調査したいと思います。でもここってホストクラブだよ。なんかちょっと怖くない？怖いですね。怖くないよ。何言ってんの。はい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 、行きますよ。行きますよ。早速みんなしっかりして。行くんですか。よし、行くよ。乗り込もう。なんとポリスが踏み込んだのはホストクラブ。その重要容疑者とはこのホストクラブ、クラブムーンの社長であり、怪しい新興宗教インフィニティ教の教祖という裏の顔を持っている。
社長と教祖という2つの立場を利用し、さまざまな悪事を働いているこの容疑者、これは放ってはおけない。だがホストに宗教と凶悪犯罪の匂いがする現場、可憐な乙女たちだけで大丈夫だろうか。こんにちは。店内には今時の若い男性が数人。いるからね。例のあれやってもらう？容疑者がいるのは確かなものの、誰かわからない。そこでポリスは容疑者が教祖を務める宗教インフィニティ教のある挨拶を行ってみることに。教祖ならば何か反応してしまうに違いない。記録が見抜いた容疑者久木大夫を取り押さえる。早速取り調べを開始する。久木大夫さん。はい。あなたはですね、怪しげな宗教を普及しているというタレコミがあったんですよ。怪しげな宗教してないです。怪しげな宗教なんて。自供するなら今のうちですよ。うん、今やっちゃえば罪が軽くなりますよ。軽くなりますよ、うん、決して怪しげな宗教はやってないです。おかしいですね。おかしいですね。ネタは分かってるんですよ。じゃあ、さっきのお決まりのネタを、はい、もう一回やってもらってもいいですかね。あ、いいんですか。はい。じゃあ、ちょっとカメラに向かってね。タッスタッタッ。容疑者に警戒されないよう、あくまで優しい態度で捜査を開始するポリスたち。すっごい、笑顔で、できれば舌を出してほしいですね。かわいい。かわいい。僕のみたい、かわいい。あくまで相手を持ち上げつつ捜査を行う。タスって言った後にピロッて。そうだよね、同時に言ったらね、噛んじゃうもんね。じゃあ、お願いします。じゃあそれを踏まえて。はい。せーの。タス。あ、かわいい、ほんとに。ちなみに、はい、もう一個なんかありますよね。もう一個はペルタっていうのがあるんですよ。え、ペルタ？ペルタ？ペルタっていうのがあるんですよ。これを逆にしただけなんですよ。あ、なるほど。これをひっくり返しちゃっただけで。もうよく考えてるね。そう、緻密だね、うん、だからその合わせ技があって、うん、はい、やりましょうか。はい、タスからのペルタっていうのがあるんですよ。すごい。やはりあくまで警戒されないよう捜査を行う。からのペルタは初めてですよ。本当にありがとうございます。可愛い可愛い。ちなみにタスとペルタってどういう意味なんですかね。なんかチョリースとかあるじゃないですか、ね、こう有名な、ね、方ででもね、そういう感じでなんか作ってやろうと。これ話の延長とあるんですけど、いいですか。ここで警戒心の薄れた容疑者が口を滑らす。暇な時にパソコンに入力してみたんですね、はい、ペルタって、はい、なんとね、ウィキペディアに出てきたんですよ。おペルタストっていう言葉がウィキペディアに出てくるんですけど、ペルタストとは古代ギリシャ時代の戦闘民族のことだ。容疑者の持ちネタペルタとタスを合わせたかのようなこの民族は、戦闘の際は三日月型の盾を持って戦っていた。タス、ペルタ、そして月、これらが全てつながった瞬間であった。はい、クラブ分よいしょ。だが古代ギリシャといえば、やはり気になるのがギリシャ神話。ギリシャ神話といえば、まあ、宗教みたいなね。ああ、そうか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 、そういう風に戻れるね。つなげますね、うん、やっぱ宗教普及してるんですよね。まあそうですね、広げようとしてるんですもんね、これを。あとですね、はい、他にもタレコミがあるわけですよ。あなた、遅刻癖があるという。苦情が来てますね。これ、出来物、もらい物、アメンボ、なんだっけ、物もらい、物もらい、物もらいができたと、はい、嘘をついて撮影を休んだことがあると。どういうことですか、それは。そう、このライト容疑者、ホスト TV の別番組にも出演していたのだ。数々の遅刻で共演者に迷惑をかけ、遅刻の理由も曖昧なものばかり。何か人には言えない悪事を行っている可能性が高い。本当
なを心配させつつも昼休みしたって聞いてます。結構うなずいてますけどね。お店のありますよね。新人の頃からついてってますけど、モノモライになったの見たことない。あら、あらあらあら、これ有力な情報ですよ。じゃあ嘘っすね。かな、結構嘘っすか。結構嘘っすか。結構多分嘘っすね。あ、これ隠蔽罪ですよ。取り調べで嘘をつくと隠蔽罪になるぞ。ちなみにここにいるアイカポリスは遅刻が本当に死ぬほど嫌いなんです。はい、はあ、遅刻大嫌いです。いや、わかりますよ、自分も。どう、ね、どう思います、アイカポリス。遅刻する子ってどう思います。クズだと思います。叩けばいっぱい出てきそう。いっぱい出てきそうね。すいません、なんか、ごめんなさい。ちょっとなんか可愛いですね。ちょっとね、シュンとされちゃう。素直なところ。でもそれも結構嘘っすからね。あ、そっか、そっか。ポリスは、下手な演技には騙されないのだ。なかなか反省の色も見えないしね。なんかすり抜けるし。他に何か悪いことしてないんですか。いや、してないですね。してない、うん、全くの自信があります。全く全く本当にしてないんですね。本当にしてないんです。はい、わかりました。じゃあちょっとここでね、はい、証拠がありますのでそちらの方を見ていただきたいと思います。なかなか白状しないライト容疑者。ここでおふざけ担当サナポリスが事前に収集した証拠を突きつけることに。容疑者逮捕の決め手となるのか。実はですね、私こちら被害者の方たちから証言をもらった VTR がこちらにありますので、こちらの方皆さんにタスしていただいて、タスしましょう。ベルタしたいと思います。それでは、はい、タス。こんにちは、キソキライト。あいつね、知ってるよ。タスの彼だよね。やばい噂は聞いてるよ。ここじゃ言えないんだけど。どうしても聞きたいの。しょうがないね。俺から聞いたっていうのは内緒だよ。絶対これだからね。いやー、実はね、彼カルトの教祖って噂なんだよ。見た目もいいじゃない、彼。女の子の信者も結構寄ってきちゃって、で、その信者の女の子連れ込んで儀式なんか正直よろしくやってるみたいなんだよ。やっぱりこれ俺から聞いたって本当内緒だからね。バレちゃ殺されちゃうよ。殺されちゃう。マジでやばいから。本当に本当だよ。もう本当にこれだからね。彼本当に危ないんだから。何だったってね、教祖だからね。ねえ、本当に彼ね、教祖だからね。やばいよこれ。もしかしたら聞かれてるかもしれない。やばいよ。ここら辺で私はドボンさせていただくよ。違いますね、なんかね、女性の、ね、信者の方を呼んでよろしくやってるっていうのはどうなんですかね。そっちに話が変わってきますね。はい、こんなちゃんとした証言が出てるのに、はい、まだしが切るんですかって思うじゃないですか。あのね、ちょっといいですか。変わんないですか。これね、この人ね、あの人なんですよ。ずっと見てて誰だろうって思ってパッて見たら気づいちゃったんです。さっき本人違いますけどみたいな顔してますけど。いや、ちょっと決定的な証言 VTR を突きつけられるも、番組スタッフの捏造と言い張るライト容疑者。お嬢際の悪いやつよ。あんな緑のレインボーみたいな、緑だけどレインボーみたいな人がこんな証言出ますよ。全然違う。でもね、はい、いや、まあちょっと似てますけど。はい、あ、そうですか。そんなに認めないですか。いや、もう認めないですよ、本当に。はいはい、わかりました。作られた部分だと思いまして、まだこちら、お、実はもう一枚。おお、さすがさまでございます。その2がございますんで、こちらの方皆さんちょっと見ていただいて。容疑者がシラを切ることを予想し、もう1枚証言 VTR を用意していたサナポリス。一体どんな証言なのか。さっき言ってた女性問題、
出てましたね、社長さんも出てましたね、あのありましたけれども、こちら被害者本人の声を実は私いただきたんですけども、場合によってね、安倍貞状態になってもらいますから本当に本当ですよ。いや、大丈夫、大丈夫ですか、自信しかないんで、自信しかありませんか。渋谷とかでも怖くて歩けないんですよ。一歩歩けばねえ彼女、一歩歩けばねえ彼女、すごい、もうやめてくださいって、可愛いのは知ってます、でもやめてください。びっくりするわこの部、もういいながらできないですね。いやいや、可愛いするだけでこんなに辛い思いをしてる子が今日本にいる。そう、歌舞伎町にいる。そしてこのクラブムーンの箱の中にいるお前だ。私じゃない。私じゃないですよ。いやいや、今どう考えても最後顔フッて出てきましたけど、あのね、可愛いからって可愛い人は全部この人だと思わないでください。可愛いばっかりさ、可愛いからさ、どうです、どう見てもそっくりなんですけどね。いや、そうですか、あれかな、全然似てないことやな。いや、これは似てない、似てない、これはね、はめられてる。まあでも認めましょう、あの顔の毛あ、あ、そっか、いや、そっかじゃない、そっかじゃない。意識とかなんとかもありましたけど、はいはいはい、あなた相当の性欲じゃな、らしい。相当の相当な性欲っていうの聞いたけど、すごいらしいんですけど。まあ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 、普通の人が間違いない、間違いない、本当だよ。いやいや、それは普通ですよ、あの一般の人と。すごいこれ、これすごいやつだ。きっと私たちもこの後儀式にされる。じゃあそんな、はい、教祖の、はい、女性の扱いをね、ちょっと見てみたいよね。はい、そうだね、うん。性欲は人並みぐらいです。出たおすごまかしい、やっとけばいいみたいなね。これは危ないですよ。危ない。今から、はい、女性に対しての接し方を、うん、見てみようと思います。はい、ここで明らかになる容疑、教祖という立場を利用し女性の人権を踏みにじる犯罪行為。もし本当ならば、この女の敵をポリスは許さない。それでは今からライトさんが女性に対してどう接するのかを検証していきたいと思います。相手役の女性に寺岡ポリスお願いしますね。頑張ってね、頼むよ。もう楽そうじゃん。頑張ります。性欲が強いと噂されるライト社長の女性の扱いをチェック。しかし相手役の寺岡ポリス、
実はチャラい男が大の苦手。寺岡ポリスの心を開くことができればそれは誠実な男性であるということ。だが嫌われるようなことがあればますますライト容疑者の疑いは強くなる。それではいきますよ。寺岡ポリスと仲良くなろう。よーいスタート。はい、寺岡ポリス。はい、寺岡ポリス、はい、今日もよろしく。仲良くなろうの回ですよね。そうです、仲良くなってくださいね。まあ別にあのね、すげえ近くじゃなくてもね、ここぐらいまでは来ませんかね、これね。うーん、めっちゃすっげえ怯えた小鹿みたいになってる。平岡ちゃん特にね、男性怖いから。うーん、寺岡ちゃんはその男が嫌いなんですよね。なんか苦手で。そう、ちょっと苦手なんですね。そしたらね、そらこうなっちゃうんですよね。そこをどう崩すかっていうね。そうですね。だって寺岡ちゃんって言うと仲良くなれる気がしないんじゃない。やっぱり下のね、名前をね、これ必要なことですよね。そうですね、まあ、あの、いいですか、下の名前聞いても。あやかポリスと申します。あやかポリス、はい、あ、寺岡ポリス、あやかポリスです、はい、長い名前ですね。長い名前をお持ちだ、本当にポリスつけすぎる。ポリス寺岡、あやかポリス。寺岡、あやかポリス。え、あやかポリスはあれですか、あの普段もその男の人と喋るときはこんな感じのそこ向きな、なんかちょっとパスとかがちょっと苦手で、ああチャラさがダメだったね。もうパスがダメなんだね。怖い。あ、そう、紳士的な方がね。そうです、うん、やっぱりね、お好みで。はい、わかりました。ちょっと詰めたね。一ミリくらい、うん、詰めました。そうそうそう。あ、なくて、ドキ。もうめっちゃほらほら1ミリ詰めたらもう何十センチってほら。お互いのことを知っていこう、ゲームしましょう。ゲーム、お互いのことを知っていこう、ゲーム、イエーイ。さあ、すごい単純なゲームなんで、あの一個一個自己紹介をしていきましょう。じゃ自分からいいですか。はい、じゃあ、あの、まあ、ライトポリスライトポリス、ポリス、ポリス、ポリスではね、ポリスではね、うん、ライトホストなんですけど、うん、ライトライトホストっていう。自分まず年齢言いますね。28歳です。若い。ガチね。じゃあなんかどうぞ、なんでもいいですよ、血液型でもいいしね。24歳です。若いね。もっとね、若く見えますけどね。ね、じゃあ自分言いますね。血液型を言います。自分が。はい。自分の血液型は O 型です。おー。嫌いじゃないですか。嫌いじゃないですか。嫌いじゃないですか。ちょっと近いと。あ、いいんだ。結構好きですね。O 型が結構。おー。ちなみに、じゃあ彩香ポリスが言う血液型言う前に、自分が合うなって、すごい気が合うなっていう相手の決意型を先に言わせてください。おお、先に出ますよ。それ結構チャレンジですよね。で、相手ポリスがその決意型だったら、もうこれはね、ね、うん、ここで賭けに出るライトホスト、当たれば一気に好感度アップだが、合うなと思う決意型、女性の決意型は B 型です。A 型の大寄りです。あ、終了。終了。やっちゃったね。やっちゃったね。わ。賭けに出たものの、自爆してしまったライトホスト、寺岡ポリスの心を開くことはできなかった。そもそもその自己紹介ゲームしちゃいましょうかって。チャレチャラいっすよ。で、なんかもうその賭けに出る感じね、気が合っちゃう感じの血液型だと思う。ちなみに、ちなチャラいちなみに、超チャラいこれはもう全然ダメですね、今回はね。ダメだったね。この次のあたり、なんかいろいろちょっと試してみよう。そうですね、うん、じゃあどんどん次のミッション行きたいと思います。あ、ミッションすごいありますね、はい、うん、続いては、うん、命かけ事情聴取です。おー、やるね。よくわかんないけど、やる。続
次の取り調べは色仕掛け事情聴取。何やら羨ましいネーミングだが、一体どんな事情聴取を行うんだ。果たして乙女たちはライト容疑者を逮捕できるのか。次回に続く。次回の復活ミニスカポリス歌舞伎町パトロール24時は、安藤ポリスが色仕掛けで脳殺し尋問を行う。そして着替えを始める滝ポリス、なんと学生服コスプレに。ライト容疑者を自宅に導くことはできるのか。この番組ではスポンサーを大募集中。ミニスカポリスの頑張りを評価し、彼女たちを応援してくれるそこの企業の方、ぜひ